ドライバーの天ぷらを直したい。で、天ぷらですね、どうしても上に上がってしまうボールのね、弾道の高さが気になる方で、煽ってるっていうのを思ってる方がね結構多いんですけれども、下から煽ってもボールは絶対にドライバーは上がり、あの天ぷらになりません。天ぷらになる方っていうのは逆、上から、軌道を叩き、上からのダウンブローっていうかね、ドライバーを上から叩き込もうとしている方が、ちょうどそのヘッドのね上の部分に当たってしまうことによって起こる、ことになりますので、下からクラブが入っているうちは絶対に、天ぷらにはならないんです。このような状態ではですよ。ですから右の肩を残してきっちりとやや、アッパーブローの軌道で打てれば天ぷらというのはすぐ治るということになります。そして、入射角ですね。ドライバーの入射角というものを理解していただければ天ぷらは治るということです。ですからヘッドが一回ここで下がってから上がる、そうすればフェースの下部に当たるのでクラウン部分に当たるような天ぷらというのは、防げると。そのためにはベルトのライン、体のラインがこのようにレベルがちょっと右サイドが下がり左が上がる、このように、平行ではなくて少し低く右サイドが下がっていくような形になれば、天ぷらというのは治るということですね。ですから、逆方向、上からクラブの軌道ですね、上からの軌道になってくるとこのようなねダウンブローの軌道、下降中の軌道になってくると下にからこの T を叩いてしまいですね、クラウン部分にボールが当たりやすい。ですから天ぷらになる方っていうのはダウンブローだと思うんですね。上から叩き込んでいる方は、右肩が突っ込んでですねなる方が多い。ですから右の肩を残してこのようにアドレスをして、いやいや下からクラブを入れるような感覚でボールを打っていくと、そうすれば、天ぷらというのは簡単に治るということですね。このように右肩が突っ込んでいくような、形になると逆に天ぷらになると、煽っているから天ぷらになっているわけではない、上から叩き込むから天ぷらになっているんだということを理解してですね、天ぷらの修正法を、練習してみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画見逃したくない方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。